デッキの作り方。使用するバルーンはこちら。160浮遊者を50センチほど膨らませます。絞りひねりを2つ。260クロームゴールドを40センチほど膨らませます。3.5 センチのバブルを3つ作り、ひねり合わせます。2センチのバブル、 3.5 センチのバブル、浮遊者で3センチのバブルを作り、ひねり合わせます。クロームゴールドで 3.5 センチのバブルを2つ作り、指定した箇所とひねります。浮遊者で絞りひねり。4センチのバブル。絞りひねり。クロームゴールドで2センチのバブル、 3.5 センチのバブルを3つ作り、ひねり合わせます。浮遊者の絞りひねりを指定した箇所に絡めてください。3センチのバブルを作り、指定した絞りひねりに絡めます。適当な長さのバブルを作り、残りは絞ませます。2センチのバブル、 3.5 センチのバブルを3つ作り、ひねり合わせます。2センチのバブル、 3.5 センチのバブルを3つ作り、ひねり合わせます。2センチのバブルを作り、指定した箇所に絡めてください。
残りはしぼませます。形を整えてください。これで完成です。お疲れ様でした。